岐阜県北部、飛騨地方の中央に位置する人口およそ10万人の高山市。総面積およそ2200平方キロメートル、日本一広い面積を有する都市です。春と秋の高山祭りや古い町並みで知られる高山には年間400万人を超す観光客が訪れますが、実はそのうちのおよそ9万人が外国からの観光客なのです。なぜこれほどまでに高山市を訪れる外国人が増えたのでしょうか。それには理由があります。住民と行政、そして企業が一体となり、これまで積極的に進めてきた異文化交流が今まさに花を咲かせようとしているのです。名古屋から高山市までは特急でおよそ2時間20分。車窓から眼下に広がる河川を眺めながら、緑深い山々の裾野を縫うように電車は走り、突然開ける盆地の中に大きな町が現れます。高山駅の改札を出るとすぐに目に入るのが飛騨高山観光案内所です。日本人観光客はもちろんのこと、高山市を訪れる外国人のために5言語のパンフレットを作成しています。また無料でインターネットを扱うことができるコーナーも設けています。これは高山市が運営する観光情報ですが、ここには10言語による高山市の情報が掲載されているのです。外国人が高山市を訪れる目的の一つに、飛騨地方の雄大な大自然があります。北アルプスをはじめとする飛騨特有の自然景観は、外国人が最も愛する心象風景だと言われています。さらにスキー場や温泉地にも多くの外国人が足を運んでいるのです。高山市は戦国時代、豊臣秀吉の命を受けた金森長親によって平定され、江戸時代には幕府の天領となりました。それから400年、この町に大勢の外国人がやってくることなど、天領時代の飛騨の人にとっては思ってもみなかったことでしょう。どこの国の人ですか。今朝はフランスの方、台湾の方、韓国の方、山椒味噌、ネギ味噌とか餃子にんにく味噌とか、そういうのを試食されて行かれて、一番お口に合うのを買っててくださる。比較的団体さんも多いですし、まあ、プライベートの方もお見えになると思いますけど、まあ、近年は多いですね、はい。高山市の中心部には江戸時代の面影を残す建築物が今も立ち並び、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。一歩この町に足を踏み入れれば、まるで時代がタイムスリップしたような感覚に陥り、どこか懐かしい思いに包まれるのです。ここは飛騨の里と呼ばれる合掌造りの集落です。豪雪に耐えてきたかやぶき屋根など飛騨の代表的な民家が立ち並び、昔の農村風景を形作っています。お団子もたまには買いますね。説明に大変ですけどね、材料は何とかね、ハウマッチぐらいはわかるけど。外国の方乗られますか。たまにね、まあ、最近はもう世界中からお客さんも来るんでね、古い町並みや合掌造りの集落と並び、外国人に人気なのが日本三大美祭に数えられる高山祭りです。通りには屋台が繰り出し、
巧みな動きをするからくり人形などが披露され、夕刻を過ぎる頃には明かりの入った提灯が鮮やかに浮かび上がります。特にアジアの方々、近い方々ではツアーで来られて、その後家族で来るとか、それからお友達を連れてくるとか、この頃非常に個人旅行が増えております。それから欧米の方々はもともとが個人旅行でございますので、そういう方々は非常に多くございます。高山市を訪れる外国人の数は年々増え続けています。その要因の一つに、異文化との触れ合いと交流を目的として設立された飛騨高山国際協会の存在があります。飛騨高山国際協会には数多くの団体、組織、そして住民が参加していますが、その取りまとめ役として活動を後押ししているのが高山市役所です。高山市、おかげさまで大変たくさんの外国からのお客様に来ていただいておりますし、またやはりそんなことでいろんな面で国際化というのは進んできているんですね。市の職員の中にも外国から国際交流の方の中にも来ていただいたりしてです、やはり外に向かってやはり高山を売り出すといいますかね、 PR するためにもやはり国際交流というのは非常に重要だというふうに思ってまして。本田尾さんは中国の雲南省から国際交流員として高山市にやってきました。市役所での本さんの仕事は高山市と麗江市の国際交流と友好を促進することです。できるだけ自分の力で、もし友好都市の麗江の方、中国の麗江市の方が何か自分の力を尽くして何か貢献したいです。特に心の交流は一番大事だと思います。それは一番大事。国際交流は企業でも始まっています。このホテルでは中国人をはじめとする研修生を受け入れているのです。外国のお客様が安心して泊まれるっていうことが一番重要なんですよね。でその中で、言葉の問題が常に出てきます。で、研修生の皆さんはね、日本の文化とか、良さ、それからサービス、そういったものを学ばれるんですけど、それとですね、やっぱりお越しいただいた方々にとってもそういったもの、現地語できちっと受け入れてくれたということでですね、非常に喜ばれるという、相互が非常にこうメリットがある、そういったことがございますので、だからそれが最終的には国際友好につながってくるということになると思います。高山市ではあらゆる業種の企業が研修生の受け入れを推進しているのです。高山市は中国雲南省の麗江市と友好都市を、アメリカコロラド州デンバー市と姉妹都市を提携し、両国をお互い行き来するなど友好関係を深めています。また中高生を中心とした市民を海外へ派遣する事業も実施しています。しかし海外での生活は異国の歴史や生活様式に触れるばかりではなく、文化や習慣の違いに直面するなど多くの壁にぶつかることもあるようです。カナダに留学した志麻さんも習慣や文化の違いに戸惑いました。やっぱり80カ国もの人たちと接しているとやっぱり合わないことを、私は文化や歴史が違うからやっぱり合わないんだってずっと思ってたんですけれども、でもやっぱりそれは違って、私が文化や歴史を理解しなかったから分からなかったんだっていうことにある時気づいて、そこからどんどんなんか相手のことを知るためにこう英語をいっぱい学んで会話ができるようになって、それからもっともっと相手のこと、国のこと、歴史のことをいろいろ聞いていくことで自分がその人を理解していくっていうふうにした時に、私はその人たちを溶け込むことができました。国の違う人たちが友達になるには、交流するには一番大切なことを一つ挙げていったら何ですかね。一番大切なこと、その子をありのまま知ることですね。また高山市で生活する外国人も数多くいます。彼らは町にどうやって溶け込んでいったのでしょうか。
古い町と山は近いですね。僕は山好きですよね。その文化が違うとか習慣が違うとか何かありますか？何か感じてますか？それはあるんです、あるんだけど、でも別にこれが違う違う比べしないんですよ私。この日本の国でこうの習慣のあるで受けるで、こうの中で私も生活するんですよね。文化や習慣は違っていて当たり前、それを受け入れることが大切なのです。高山市では市内で暮らす外国人に少しでも早く町に溶け込んでもらおうと日本語講座も開いています。日本語を覚えて良かったと思うことって、とても良かったかな。少し話すでも東方外国人でも今日本語を話して良かったです、うん、高山という町はどうですか？きれい、人優しい、面白い。やっぱ日本に馴染んでるっていうのはすごくありますよね。その言葉が話せる話せないじゃなくて、馴染んできてるなっていうのはすごく感じます。国際交流への努力と熱意が認められ、高山市は平成17年度地域づくり総務大臣表彰国際化部門を受賞しました。高山市が友好都市を結ぶ中国雲南省麗江市から政府訪問団と民族学部団がやってきました。ようこそ高山市へお越しくださいました。皆様のお越しを心から歓迎申し上げたいと思います。この日通訳を務めたのは交流員の本さんです。那西民族乐团一行25人来到了高山，我对你们的到来表示衷心的欢迎。政府訪問団は合掌造り集落や昔の農山村の暮らしを現在に伝える飛騨の里を視察しました。高層ビルが立ち並ぶ日本において古いものを後世に伝えようとする取り組みに訪問団の誰もが称賛の声を上げていました。ウ・ネンジュさんは麗江市からの研修員として来日し高山市で生活したことがあります。高山市の雰囲気がすごく麗江市によく似ているんですが、一番深い印象は高山市この地域に森林などの景色素晴らしいだと思います。高山市文化会館に大勢の市民が集まってきました。新たな友好の1ページが幕を開けます。高山陣屋太鼓の力強い音色は中国人の心にも響き渡りました。民族楽部団の華麗な踊りに多くの高山市民が感激した様子でした。もてなしの心というか、お互いに理解し合うことと、お互いに親切にし合うということじゃないかと思いますけどね。高山市を愛してやまない外国人が増えています。伝統と文化の町高山市に異文化交流の花が咲き始めているのです。